大関の名に恥じぬよう、感謝の気持ちを持って相撲道に精進してまいります。新大関・琴ノ若26が昇進の向上を述べた。31日に行われた大関昇進伝達式。3月場所は現在のしこ名のまま、父にして師匠の佐渡ヶ嶽親方、元関脇琴ノ若が果たせなかった大関・琴ノ若で出場し、 5月場所からは祖父の53代横綱、琴桜、に改名するという。この節の悲願はもう一つある。それが父が手にすることのできなかった支配だ。もちろん、横綱を目指す上でも優勝は絶対条件。その最大のチャンスが新大関のお披露目となる次の3月場所だ。琴ノ若にとって最大の壁が横綱照の富士。 1>, 1月場所は本割と優勝決定戦で2回も負け、対戦成績は琴ノの若の0勝6敗。決定戦も含めれば7敗です。さらに照ノ富士には優勝インタビューでもっと鍛えて次の番付を目指してほしいとエールまで送られたように力量差は明白です。そんな横綱だが満身創痍のため疲労は来場所までに回復しないはず。つまり、 3月場所は横綱不在がほぼ確実です、各界 OB。年6場所制となった1958年以降、優勝した新大関は4人。2006年5月場所の白鵬、現宮城の親方、が最後だ。父と同じしこ名で初優勝し、祖父の名前で綱取りとなれば、最高のシナリオだが。関連記事、もっと読む、では、 八角理事長と柴田山広報部長の元横綱2人が満身創痍で一人横綱として土俵に立ち続ける照ノ富士について率直な感想を激白している。大相撲ファンは筆読だ